ドイツ系アメリカ人、ドイツ系アメリカ人、ドイツ系アメリカ人は、ドイツ及びオーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、アルザス、アルザスイコール、ロレーヌなどのドイツ語圏に住みた者やその国籍所持者、またはその子孫でアメリカ合衆国の国籍を持つ者の,のこと。民族構成は、ゲルマン系ドイツ人をはじめ、ドイツ語圏に住居しドイツ化した。 ソルブ人やカシューブ人、西スラブ系及び、ロシア系も含む東ヨーロッパ系、バルト系、フランス系、イギリス系、イタリア系のドイツ人、その逆も含むやロマ、新規及びユダヤ系などの他のヨーロッパ系、中南米系、アメリカインディアン、黒人などのアメリカ国内による移民との根欠も、含めた人口は5000万人にも上り、ドイツに定住した民族の祖先がいれば、 純血、根血は問われない、アメリカでは最多である。そのため一概に、ドイツ系の民族といっても、ヨーロッパ各地からドイツに定住した、様々なグループが数多く存在し、それぞれルーツが異なるため宗教もアメリカの各州ごとに異なる。17世紀末から18世紀初にかけて、または19世紀後半から20世紀前半にかけて、 約110万人以上のドイツ人、ソルブ系、カシューブ系、ロシア系、東欧系、バルト系、フランス系、イギリス系、イタリア系、ユダヤ人も含むが新生ローマ帝国、オーストリア帝国及びオーストリアイコールハンガリー帝国、ドイツ帝国、プロイセン帝国の失勢が続くいために多くの人々が職業を失い生計を立てるために移民としてアメリカに移住した。 ドイツ革命以降も増加傾向にあり、オーストリア、オーストリア人、スイス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、フランス領のアルザスなどのドイツ語圏からの移住者も多くいたが、隣接する同民族国家なので同じグループでくくられることが多い。17世紀、多くのドイツ系アメリカ人のうち従来のゲルマン系、ドイツ化したソルブ系とカシューブ系、 東欧系も含むの人々は、東部のペンシルベニア州などに落ち着き、19世紀後半から20世紀前半にかけて、ウィスコンシン州などの中西部に多く移住し、さらに西部のシアトルやアナハイムまで移住するグループも、いた。このグループは、英語、ペンシルベニアドイツ語、アメリカドイツ語を使用することが多い。ゲルマン系以外、ユダヤ系など、のドイツ系アメリカ人は、ニューヨーク、 ロサンゼルス、サンフランシスコ、マイアミなどの各アメリカの州都や、多くの中心都市や地方都市に定住している。この人々は、アメリカ英語を中心として、イリッシュ語をはじめフランス語、イタリア語などを使用することもある。宗教は、プロテスタント、ルーテル教会、改革派教会、メノナイト、ツビングリ教会、ツビングリの宗教やカトリック、正教、 東方教会及びドイツ正教会またはユダヤ教などが多い。第一次世界大戦においてアメリカが参戦するとドイツ系アメリカ人は苦境に立たされた。アメリカ赤十字社はドイツ系の性の者の,の入社を禁止。スパイではないかと疑われたりリンチに会うこともあった。アメリカへの忠誠を誓うために国債を大量に購入することを強いられる者もいた。 ドイツ系アメリカ人が多く住む街ではドイツ語の通り名な,などが廃止されたり公共の場でのドイツ語使用が禁じられた。この流れは戦後も続いた。この時期多くのドイツ系アメリカ人が名前を英語風に変更した。例えば、シュミットを、スミス、マラーを、ミラーなど。これらのことによって多くのドイツ系アメリカ人のアメリカ化が進んだが、一方で自らのルーツを否定。 母国とのつながりを断ち切らざるを得なくなった。さらに、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが台頭して、1933年1月30日にヒトラー内閣が発足すると、ドイツ国内及びドイツ語圏の諸国と東欧諸国で過酷な迫害を受けたユダヤ系ドイツ人のうちでナチスに捕獲される前に、アウシュビッツ収容所などの強制収容所行きを 過労時て免れた者の多くがアメリカに大量移民する事態となった。1936年4月にゲルマンドイツ系アメリカ人で報道者の技術者だったフリッツ・クーンらがニュージャージー州とニューヨーク州を拠点とした右翼団体コミュニティドイツ系アメリ人協会を結成した。この団体は親ナチス、反ユダヤ主義を貫き通し、 アシュケの事務ユダヤ人団体やアメリカ共産党と対決する事変を起こした1941年にこの右翼団体コミュニティはアメリカ政府によって解散させられ1945年にクーンらは国外追放を命じられた。また1941年よりアメリカも参戦した第二次世界大戦ではドイツとアメリカが敵同士となり 数多くのドイツ系アメリカ人が敵国人であるドイツ風の容姿、名前であることから逮捕、束された。なお、毎回国勢調査で行われる先祖の出身地の自己申告ではドイツが断然の多数を占め、アイルランド系、イングランド系がこれに次ぐ。1990年のアメリカの国勢調査による人口統計学では、 当時の総人口は5800万人に上るデータの結果があった。ただし、ベルリンの壁崩壊以降は、統一を果たしたドイツ政府はアメリカが生み出した IT を新分野として取り入れるため、ドイツ系アメリカ人の IT 専門家など優れた人材を中心とする受け入れの募集を開始した1972年設立の AP など。そのため、 90年代から2000年あたりにかけて、ゲルマン系、ソルブ系、カシューブ系も含むのグループを中心に、祖国ドイツ、オーストリアスイスリヒテンシュタインルクセンブルクも含むを、はじめ、同じく IT 分野を奨励した北欧諸国、オランダベルギーカナダオーストラリアニュージーランド、南アフリカに移住する傾向にあった。21世紀以降のアメリカにおける、ドイツ系の人口は徐々に減少した。 2007年及び2008年のアメリカの国勢調査による人口統計学で4527万人に上るヒスパニック。現在は5400万人に増加予備3984万人に上るアフリカ系アメリカ人がドイツ系アメリカ人に変わって増加傾向にある。現在のドイツ系アメリカ人の人口はおよそ5000万人ほどである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。